さあ始まりました。少量チャンネルです。はい。あ、はーい。さあ始まりました。少量チャンネル第3弾になるかどうか。うん。記録用として撮ってます。はい、今から披露宴があと15分後に始まります。やっとここまで来れた。嬉しい ね、うん、なんかこの映像もね使えたらいいんですけど、うん、とりあえず意気込みは最後の、うん、最後の意気込み本当に、まあ、自分もそうですけど皆さんに楽しんでもらえたらな、うん、それが一番だよね、うん、初めにね披露宴しようっていう目的というか、うん、の時もねやっぱみんなに、うん楽しんでもらえる会にしたいねっていう話をしてたので、うん、まあ内容はそんなに特別なことをするわけじゃないんですけど、うん、俺もさもう朝からめちゃくちゃ緊張してる緊張する、うん、でもなんか緊張するというか恥ずかしいというかまあ恥ずかしいのはねあるけど楽しい、まあ、世のね披露宴する方たち、うん、カップルは、うん、みんなこういう気持ちなのかなっていうのが、うん、分かったよね、うん、いろいろ楽しんでいきたいと思います。はい、じゃあまたまた、ね、ましたね、披露宴、はい、いかがでしたでしょうか、うちらの披露宴のなんか様子は。いやあ本当に感動したよね。うんうん、よかった。初っ端泣くっていうね。うん、そうだね。そうで、今は昨日その披露宴を終えまして、うんで、どこにいるかというと、りょうちゃんの実家があります、熊本市内のホテルに泊まってます。やってまいりました。でこの後はなんかご飯食べたり、僕初めてのちょっとあの、うん、熊本に、うん、まあ有名な上通り下通りっていうアーケード街があるんですけど、ちょっとそこに行って、うん、熊本、うん、せっかく熊本に来たんでね、初めてだから熊本名物をちょっと食べてもらおうかなと思っております、うん、いやちゃんと写真撮ろうね。いつも写真撮らずに食べちゃうから、もう食べる、もうお腹すきすぎてね、うん、そうそうだね。っていう感じで、またその映像も次回流せたらお送りできたらいいし、はい、前コメントいただいた自己紹介の動画、あそう、うちだもんね、しないんですかみたいなこと言っていただいて、うん、れやっぱでも嬉しいよね、そういうふうに聞きたいのかな、もしなんか聞きたくないのかな、うん、僕らの、あ、うん、なんかしてあの何お題とかね、ねやれたらいいですね、コメントに書いていただければと、あぜひぜひ、はい、聞いてみたいことを、そう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 、はい、なので書いていただければね。ではじゃあお答えできる部分はお答えしていきたいなと思います、うん、ではまた、はいはい、じゃあ楽しみ、これ今日の夜はいっぱい、はい、熊本満喫します。明日は福岡に行きます、はい、なのでじゃあではまた、ではまた、あの気に入っていただければ
チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。ぜひお願いします。じゃあまた。